西谷文和路上のラジオレイディー・オン・ザ・ストリートご機嫌いかがでしょうかフリージャーナリストの西谷文和です、えー、路上のラジオレイディオン・ザ・ストリート今日がその第53回目となりました、えー、この番組は普段はアフリカや中東などの紛争地を中心に取材を続けている 私が毎回さまざまなゲストの方をお迎えして何の忖度も自粛もタブーもなくお届けしているラジオ番組です、えー、さて今日もまずですねリスナーの皆様からのお便りを紹介したいと思います、えー、ラジオネームからゆかさんからですね内田達さんの第51回目を YouTube で聞きました 特に格差をなくすには富裕層から取り上げて配るのは手荒なやり方でうまくいかないという話には納得でそうだよなと感じましたそして公共として誰でも自由に使える資源が豊かにあることで解決できるというお話に強く共感しました方向性を示していただき感謝いたしますこれがもっともっと広まるといいなと思いますまたゲストで出ていただけるのを楽しみにしています こういうメールでしたねラジオネームからゆかさんからお便りありがとうございました、えー、内田さんはですね常々公共が大事だとおっしゃってるんですね、えー、例えば病院なんかはですね大阪の場合橋本徹という人がね、えー、二重行政がいらんねん言って配信したんですけど今回のコロナでですね明らかになったのはですね 民間の病院はコロナを受け入れちゃうとですねその外来患者が来なくなるので民間病院としてもコロナを受け入れにくい状態になっているわけですね、これは民間の病院を責めるんじゃなくてやっぱり公立の病院がいるわけですよ。 税金でしっかりとサポートのある効率の病院があるからこそコロナにも対応できると、まあ、こういうことだと思うんですけど大阪の場合は維新がですねもうこんなもんねもういら,いらんわ言うて民営化するその潰してしまう、まあ、そういうその会社化私物化したわけで,で今回の大阪の感染爆発を引き起こした医療崩壊を引き起こしたのは維新政治の結果だと私もそう思っております。 内田さんについてはまた次回もですね計画していきますのでお楽しみなさってくださいさて今日の「路上のラジオ」のゲストはでですすね元文部科学事務次官の前川紀平さんですこの5月1日に前川さんをお招きして開催する予定でありました「路上のラジオ」のトークイベントはですね先ほど言いましたように感染爆発緊急事態宣言でですね会場が閉鎖されたんですよ なので残念ながら延期となってしまいました、えー、それでですね今日は前川さんにいつものスタジオにお越しいただきましてお話を伺うことにしました、えー、それではこれからの1時間どうぞごゆっくりお楽しみください「西谷路上のラジオレイリオ・オン・ザ・ストリート」「路上のラジオレイリオ・オン・ザ・ストリート,リト,リート、えー」それでは早速今日のゲストをご紹介しましょう。 元文部科学省事務次官の前川基平さんです。前川さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、前川さんね、今日あの5月1日、ええ、1> 本当なら僕ら講演会をさせていただいて、ね、前川さんの講演をね楽しみにしてますよというリスナーの方がいっぱいあったんですけど。 コロナで会場が閉まままってしまいましてあい急あょ私の事務所で収録させてもってますがまずちょっとお礼から言いたいんですけどあの私あのポンコツ総理菅原の招待という本を出しまして <laughs> 全ては嘘と八百長だったと <laughs> これで前川さんの対談を載せてるんですけど。はい こんな題名の本出しましたから、ええ、菅さんに捕まるかもしれません、<laughs> 僕らね、<laughs> ねだからこのように二人で、このラジオで喋れるのも、これが最後かもしれませんので、えー、そう来週はどこもられてるかもしどこもられてるかしい <laughs> ミャンマーやったらもう、捕まって、牢屋ですね、うんまあ、そんなことで、えー、本当にね、前川さんとの対談は3回目になるんですけど、今回はですね、前半はですねこのオリンピックですね、うん、前半テーマ。 菅政治と真珠は嫌だ、うん、1>, 1億玉砕オリンピックを切ると題してお送りしたいのですが、うん、前川さん、文部科学省におられましたけど、ええ、一応、オリンピックって所管は、文部科学省ですかまあそうですね、ええ、スポーツですからね。スポーツで、すからね、うん、でこ,のこの間、そのまあ、有名というか、悪名を轟かせてたのは森喜朗という人なんですけど、うん、なんかね、この第三者から見てるとね、 なんでこんなね、菅もポンコツなんですが、ポンコツに輪をかけたおじいちゃんがね、なんでずっとトップにいるのかなっていうのは、これ、なんでやったんですかねやっぱりね、自民党の最大派閥の親分だったと、清和会っていうね、安倍さんも清和会ですよね、小泉さんもそうかな、小泉さん歴代文部科学大臣っていうのは、和圧倒的に多いんですよそうなんですよ。 まあ高派がその教育に関心を持つっていう下村博文とかねうんだから下村博文さんもそうだし今の萩生田さんもそうだしまあ,あの思いつく文部科学大臣みんなその清和会ですよつ,つまり森さんの子分なんですよねはいはいはいで森さんってねあの面倒見はいいわけあなんかねそれなんかちょっと報道されてました、うん、だから子分がたくさんいるんですよお友達を大事にするわけねうん 平面的お友達っていうよりも古文だな古文あ古文かだからまあ橋本聖子さんだって私は娘ですなって言ってるけねそうそう,そう言うて的親子関係ですよいう親分子分の関係っていうのはね、はい、たくさんあってね、はい、だからまあ言うこと聞いちゃうんですよねいろんな人が森さんの言うことをね女性はなんか話がね会議が長いとか言ってる時に周りで笑い声が起こってたってう話ですからね みんな、おついしょう言う人ばっかりが周りにいるわけですからね。あまあ、そんな団体が平和となんかね <laughs>、なんかその復興やいうて、オリンピックしてるわけですけど、うん、これ、当初、7300億円の予算がね、うん、3兆円超えてることになってるんですけど、うん、やっぱこれ、所管されてる文部科学省の数でおられた、やっぱこうなるような大会なんでしょうか、こういうのいいのやーこれもう初めからミソがついてましたからね。 オリンピックに間に合わせるために、国立競技場を建て替えるって話がありましたそうですね、イラク系イギリス人のザッハ・ハディドっていう、なんていうか、よく言えばとても斬新な、なんか宇宙船みたいなね、国立競技場のデザインを作って、それで突っ走っったところが、最初、1300億って言ってたのが、3000億になっちゃったと。 いうので、はいえー、もうこらえきれずにあの白紙に戻したっていう経緯があるわけですよね。はい、まああのー、最初からどんぶり感情で走ってるっていうところあるわけですよ。でなんかあお天井ですね。予算が。もうね、まあ、うん、この新型コロナにまあなんていうかな上じているって言っちゃ悪いけれども、はい、今はもう財政規律なくなってますからね。 そうですよね。まあ、あの二千二十年度の、あのー、国の予算って三回も補正予算組んで。百六十兆円までいったでしょ最終、はい、歳予算がね。予備費にものずつ込んだりしました。うん、はい。もともと税収六十兆円しかないのにね。そうや。<laughs> だからね。もうあの。そうや。もう、もうね、赤字国債もう、あのバンバン発行してもいいみたいなね。うん、もう本当にもう。あの歯止めがない状態になってる。 オリンピックのためなら仕方がないみたいな感じになってるん戦時経済に近いですよ、これはそうですね、うん、例えば誰かこれちょっとやばいですよ、止め,止めようというような、そういう人はいなかったんですかね、まあ、普通、このまま言ると危ないですよ<メ>みたいな。いまあ、もうダメ誰も止められない、暴走機関車ですよね、これね。暴走機関車。そんな中で、ですねあの私はあえてこのオリンピックを、玉砕オリンピックと名付けたわけですが、うん、これ、このままオリンピックやったら、本当に。 感染爆発するでしょう。いやーこれ本当にやるんですかね。もうもうできないと私は思いますけどね。私もそう思う。んですこれ5月1日に録あ録音してますけど、うん、これ14日ですかね。うん、アップするんですけど、まだやるやる言ってんでしょうね。うん、だけどもうまあ今ねもうこの大阪ではもう医療崩壊はもう特に始まってる。東まあ、東京でももう同じような状況になるでしょう。で自宅で亡くなられてるのは特徴なんですよ。うん、病院行けない。行けないよね。はい。 いやそんな中で、ねまあ、ワクチンも打たなきゃいかんという時に、はい、あのオリンピックに避ける医療従事者っていないいななんんじゃないかと思うんですよね普通ならそう思うんですけどなんかあの看護師500人を5日以上派遣要請したって出てましたよ。うん いやだから、どこにそんな人いるんですか、はい、ってだって、普通の病院でも足らんわけで、うん、重症病棟も足らんのに、うん、ちょっと考えられないですよね、さすがにこれ、現場からなんかツイッターでハッシュタグつけて、うん、もうこれにはあの反対ですというのが、もう20万件、ま、き、まあ、今日の時点で回ってるんですけど、うん、そりゃ普通そうですよね、こんなオリンピックにそんな行ってる場合じゃないですよね、うん、だって今からワクチン打つ、打つのは医者と看護師さんですからね。うん ここのオリンピックに避ける余裕ないと思いますけどね昨日また驚くべきニュースが飛び込んできてね、うん、この東京オリンピックが開催されたら、パラリンピック開催されたら、小中学生81万人を動員して、見学させるっていう案が出てるんですけど、これ、あの小中学校担当されてて、どう思われます <laughs> いやそその子供をそうやって使っちゃいけませんよ。 だってこれ公共交通機関で行ったらうつる可能性あるし、ね、で40度超える中でそんな見に行ったら熱中症で倒れたりしますでしょうう100歩譲ってその希望者を募るんだったらいいですけどね、はい、まあでもその学校単位で学校行事としてやるっていうのは望ましくないですよねであの500人の看護師要請、ね、これものすごい批判が高まったら菅総理はですねいやいや看護師でも休んでる人も多いですからみたいなことを言ったらしいですよ。<laughs> 菅さんってやっぱり人の痛みとか気持ちの痛みとかそんなものはあんまり感じないですかね現場のこととかお,おそらく前世はトカゲかなんかだったと思いますいや目づきもねかなりんかより印さを増してるような感じがするんですけどねうん、うんまあ、その人間としての温かみを感じない人ですよね感じませんよね、うん、だってあの自分に反対した人はあの左遷するしうん、うん、まあ前川さんもねいろんなことされましたけどうん、うん こ,れこういうことをする総理大臣というのは、権力者というのは、かなりなんかこの昔のなんかね、王様のなんか、独裁化した王様みたいな感じがするんですけどね、うんまあ、あのバイデンさんが言った先制政治じゃないですか <laughs> ねそのね、そのバイデンさん、まあ、ようやくトランプさんからバイデンさんになって、結構まともになってきて、アメリカはワクチン、だーっと進んでるんですが、うん、先日、バイデンさんに会いに行きましたね。この時の時目標は アメリカがオリンピックに参加すると言うてほしいから言ったのに言うてくれませんでしたよね言わなかったですね、それは言えませんよ、バイデンさんだって責任あるしね、バイデンさん、賢いですね、だって変異株がね、この猛威を振るっていて、日本のワクチン接種率って、これ、最下位じゃないですか、先進国だけじゃなくて、あらゆる国の最下位、それはアメリカの大統領は行ったらやばいと思いますよね。そううでしょ それはやっぱりそんなうかつに約束なんかできませんよね。ねうん、でそれであのなんかハンバーグをねハンバーガーを食べ, <laughs>、うん、食べる絵だけありますけど、うん、会食をする絵が欲しかったんかなあれ。よしとジョーって本当に呼び合ったかどうかって知らないけど <laughs> <laughs> なんかねその <laughs> なんか間抜けな流れでしたねハンバーガーポンといて、うん、なんか結局食べなかったみたいだしねその後でですね。 急遽ファイザーに電話してねワクチンを要望したけど結局ファイザーの社長も口約束それはそうでしょうね覚えがけかかんかったんですけど本当にねもっとしっかりとね交渉して契約交わしてほしいですよねだってワクチンは一番最重要課題ででこんなもん別にアメリカから電話せんでも日本から電話してよろしけれ電話はどっかでもできますからね別にニューヨークでワシントン電話せんでもね東京からできるのに。 なんんでで電話せんかったのかなそれまで <ねえ S 1> あ会いたかったけど会われへんかったんちゃいますの、<あー S 1> だからせめて電話でも思ってっまあそういう可能性はありますね。そういうことで言いますとね、<うん S 1> オリンピックで確約してくれへんかった、それからファイザーも口約束に終わったということで、失敗続きなんですが、その代わりにアメリカからしたら、声明に台湾問題を書き込んでしまいましたね。そうねこれ、ものすご重要なんじゃないですか、中国を刺激して。そ <うん S 1> そうそう あのー、やっぱりねあのー、なんだかんだ言っても中国と日本はもうあの隣国ですからねそうですよねあのー、もちろん中国の人権問題はそのきちんとね違反、はい、はするべきだと思いありますけどだけどやっぱりその決定的に敵対するわけにいかないだって敵対して戦争だったら核兵器持ってますよね、うん、そうだからあの少なくともその お軍事衝突には絶対に持っていちゃいけないわけですよね。そうそうね今こそ外交勝負ですよね、うん、しかも台湾問題って言うけど台湾にアメリカの基地はないわけですからねそうです沖縄にあるわけですからねその日本の基地が戦争に使われるわけですからいやもうそうなりますよねそうなったらそい。それはやっぱりねもう何が何でも避けなければならない事態ですよね。あのこういうね中国を刺激して緊張を高められてしまうと。 またアメリカの法外な値段の武器を買わされてしまうんじゃないですか結局いや、それは十分は考えられますよね。ね<え>あのー、もともと昔、アイザンハワーが指摘したようにね、はい、その軍産複合体というものが現としてあるわけでね、アメリカはね、うん、特に。やっぱりその緊張が高まったり、実際にこの武力紛争が起きた方が、 あ望ましいと思っている人たちがいるわけでしょ、武器たくさん買ってくれる、兵器をたくさん買ってもらう。はい、だって、イラクとかアフガニスタンでボロ儲けしてる人いっぱいいますからだからもう、あの戦争は儲うかるう、まあ、商売だと、そうですよね,もうそのねロッキード・マーチンだとかね、ボーイングとか、うん、もう戦争で儲けてる会社がたくさん、うんはい、アメリカにあるわけで、はい、しかもアメリカはあの戦争自体を相当民営化してますからね。はははいはい、はい だからあの戦争が起こるとあのビジネスチャンスが転がり込むと、うん、だから、どこかでとにかく戦争を起こしていないとは済まないという、はいまあ、かつての,、ね、そのおネ,オネオコンなんかがいた頃に比べると、はい、バイデンさんはまだあの、うん、まともかもしれないけどもしかし軍産複合体は原としてありますからねだってそれで回っている経済ですからね、うん、だって銃だってもうスーパーで売ってますからねアメリカは。うん アメリカはだから野蛮な国な国んですよ、はい、そのとにかくね、うん、暴力で決着をつけようという考え方がまだ色濃く残ってるいるや僕もイラクとかアフォガニスタン行きますけど、うん、結局何の反省もなくね、うん、あんだけ人殺しといてという、うん、まあそういうのは本当そう思いますけどね。まあ国際関係でもやっぱり武力で物事を傷つけようっていう考え方はまあ残ってるし、はい、あの国内でも、うん、あの武力でね。はい、結局 あの自分を守るのは自分の部中だっていう考え方が、うんうん、結局それがまああの支配的な考え方になっちゃってる。はいはい、日本の場合はね国内でもみんなあのもう持っているだけで捕まるわけですからね。そう,そうですね。<笑><笑>だからあの日本の場合はまああの平和憲法があって、うん、あのやっぱり戦争はあかんというあるいはその戦争で儲けるのはいけないという世論がありますけど、うん、これもつき磯子さんに聞いたんですけどロッキードマーチなんか堂々とね。 アメリカの国旗掲げて、うちは国防を守るんだみたいなことで商売してるという話ですから、そういう意味ではやっぱりメンタリティ違いますよねそうまあただね、安倍さん、菅さんはそういう日本の軍事産業を育て,育てたいという気持ちはあそんなことで,で、ちょっとね、今回の菅,が菅さんがですねバイデンと会ってきて、 そのなんかもう、0勝5敗ぐらいまでやられてるわけですけど、まあ、いろんなこと考えて、これね、例えばワクチンなんかで言うとね、これ、例えばアメリカの立場に立つと、ワクチンでその自分の,この言うことを通したい場合ね、例えば日本やったら別にワクチンあげんでも、言うこと聞くじゃないですか <laughs> <laughs> で、インドとかパキスタンやったら、やっぱり、ね、そこにクワッド感と、中国のほ行ってもうたら困るから、ワクチン行くわけでしょ。<笑><笑> だからこれアメリカべったりの方がワクチン、来にくいんじゃないですか。将来、うん、そ,そ,そ,そうね,からそれねアメリだからバイデンさんのとこ行って、ちょっとあの、衆参がくれ,なかくれるかもしれないから、あっちにいよ言おうと思うんだけど言って言っそ,そ, <laughs> そのくらいのこと言えないかもしれない、ね、のファイザーあかんかったら、中国の方で、ね、もらおうかなとか言ったらね、<laughs> ちょっと待って、ちょっと待って,てこうなるじゃないですか。うん、だからこの間のその間安倍菅のその外交が もうアメリカに舐められててその何やってもついてくるからだからワクチン遅れてるんちゃうかなと思ったりするんですよいやそれは一つの見方ありまあ妥当性ありますね。ということは何重にもですねこの菅政権というのは国民の命をこのないがしろにしているということは言えますよねうんうんいや本当にねもうあのこの菅政権のこの新型コロナウイルス対策というのはもうなんていうか。もうその まともななな対策になってないですよね,そうですねワクチン確保はできてなかったし、はい、もう検査はちゃんとやらないしそうそう検査やらなかった明らかにその感染を拡大すると思われるような GoTo キャンペーンをね GoTo をずっと引っ張りましたねあれ二回に言われたんやろうねうん、まあ、だまあ結局その国民の命をあの守ろうという気持ちがないんだと思う あのね、これ5月14日にオンエーなので、どうなってるかまだ分かりませんけど、5月11日に緊急事態宣言の期限じゃないですか、うん、でバッハ会長は17日に来ると、えー、で小池知事はあの伸ばしても16日までだとか、そんなこと言ってるんですよ、<laughs> これ、国民の命よりもオリンピックちゃいますのこれ。 バッハさんは緊急事態宣言下でもオリンピックできないってんだバッハもね、かなりかなりね、だったら緊急事態宣言の中でバッハさん来てもいいんじゃないかと思うけど、少なくとも5月11日で収まるとは到底思えないですね。だって東京でも1000人超えたでしょ、大阪もずっと1000人超えてるから、これでも聖火リレーしてるじゃないですか、してますね、今頃どこにいるのかな。どこにいるんでね だって国民に密になるのは外出るな言うてででも成果リレーはしてるんですよ、うん、矛盾に満ちてますよね、うん、やってることがこれ歴史的に振り返ったらもうあの失敗オリンピックの、うん、ワーストワンになるんじゃないですかやったとしたらワーストワンやったとしたらね、うんうん でもこ,れこういう考え方があってそのずっとやるやると言っていてまああのというのはやめると言ったら株価が下がるからだからずっともうやると言ってどこかでやめるというそういうことも言っている人もいるんですけどどううなんでしょうねで今日まあ5月1日なんですが今日のまあインターネットの中でねこんなことを言っている人もいるんですよ。小池知事がね驚きの 東京オリンピック中止発言をして、うん、で小池百合子旋風を起こしてほうほう、で、都知事を辞めてあの国政に出るという、そんなシナリオを言ってる人もおるんですけど、うん、なるほど、これ、ありえますかね、こんなんね。小池さんっていう人は、そのそう気を伺かがっていることは間違いないですよ。間違いないですね、<の>色気たっぷりですよね、この人その色気じゃなくて、そうそうそう、それはもう、日本初の女性首相になりたいと思ってるんじゃないですか。うん あの何でもしそうですねこの人。非常にこうそういうかの権力欲は強い人だと思いますよ。で二階さんともお手出しね今。そうそう。まあ二階どこじゃない何度もね。何度も。まああの二階さんのまあ二階まあ二階派の後押しで、ええその総理になると。はい。それは狙ってると思いますね。都知事っていうのはまあステップに過ぎなくてね。はい。あの。はい。 まあ、都民のために仕事がしたいと思って都知事やってるわけじゃなくてそれ橋本徹いう人もそうでしたわ <laughs> はいまさにその通りでしたわはいまあそんな感じじゃないかなあ、あのー、えっと前のですね東京都知事選挙の時に 宇都宮賢治さんという方が出られて、うん、まともなことをおっしゃってて、ええ、で宇都宮さんはあの前川さんを副知事にしたいとか言ってませんでした、あ,ええええ、あれなんか言うてはりましたね、そのこと、ええ、言うてはりましたね、私は生返事で、はい、会、はいと言ってましたけど、でも、返す返すもやっぱりね、うんあの、本当にみんなが真面目に考えて、知事でもしっかり選ばないと、うん、小池さんとか橋本さんとか、吉村さん選んでるから、こんなことになってるわけですね。うん そうですよ有権者があのもう間違い損ねたってことははっきり自覚するべきですよ、うん、もう人死んでるんですからね,ねこれだけ人死んでるのは誰のせいですかって話ですね大阪では病院を潰した人たちが吉村橋本でしたからね病院潰したのは誰ですかって話ですね,そうですねだからもう私はこれは人災だと思いますよ人災ですよねこれね、うん、だって重症病床も減らしてたんですからね、うん、大阪なんかはい ひどい話で本当にねこのオリンピックというものがもうこのままいけば一億玉砕じゃないかということで、えー、本当に、えー、よくわかりました、えー、前川さん、えー、前半はですね、えー、この辺りでお時間となってしまいました、えー、後半、えー、またよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします西谷文和路上のラジオレイィオオンザストリート 路上のラジオレイディオンザストリート今日は前川紀平さんをお招きしてお送りしておりますえー、前川さん後半もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします前川さん後半はですね自民党三連敗菅政治打倒のチャンス到来と題してお送りしたいのですが三、うん、連敗しましたねしましたね広島頑張りましたね野党はねね僕ね星の地盤でしょ広島、うん、よう勝ったな思ってよう勝ったなうん あのね、広島選挙管理委員会の標語がよかったですね、うん、黙っとれんでした <laughs> あれね、あちね,こっちね,ね <laughs> 政治と金に関する怒りというか、うん、この自民党の,なんかこの,あの安倍菅政治に対する怒りが現れたなと思うんで、うん、野党が強いわけじゃなくて、自民党が弱かったんじゃないかなと思うんですけど、うん、どううでしょう自民党の自滅ですよね。まあ、あのでもあの その結集広島の、はい、あの宮口さんっていう候補者女性のいい候補者だったですね,ねはい、はいはい、よかったですねあの、まあ、シングルマザーであの障害のあるお子さんも育てて、ね、子育ての苦労とかを訴えて声もいいんですよもともと音大の出身でああそ声楽のあ,あそうなんですかあああののの私もあの一応あの 応援演,演説、演説行きましたんでね<あ>。応援 <laughs> 演説行けたんですか、ええ。あ、そうなんですか、ええ。はい、あ。あの、なんて言ったかというと、はい、えー、この人に一票を入れても。うん、えー、桜を見る会には、招待されませんよと。<laughs> この人に一票を入れても、えー、獣医学部を作るなんてことはできませんよと。はい,はい。この人に一票を入れても。うん 国有地を安く買おうなんてことはできませんよと、この人に一票入れても、犯罪をもみ消してもらうなんてことはできませんよと、しかし、この人に一票入れれば、みんなが幸せに暮らせる社会になりますよって、て話をしねあとね、自民党支持層に対してもね、この今のこの宏池会はもうね、もうだめだと。 あつまり、宏池会っていうのは自民党の中でもリベラルで鳩派の,その良識ある人たちの集まだったはずなんです、ねはいはい、だけど岸田さんはあの敵基地攻撃能力が必要だって言い始めたでしょあ<ー>つまり、安倍さんに迎合してるわけですね広島の選挙区なのにね、うん、そうつまりその池田隼人、宮崎一の伝統を引き継ぐはずの人なのに安倍さんみたいなことを言い始めてるわけですよね。つまり安倍さんの あのー、次、総理大臣になりたいから安倍鍋に忖度してるわけよ。そうなのだたらね、広島県人は、うん、あ山口県の群馬に下るべきではないみたいなこと言ってたまあだからもう、宏、あ、池、のー、会はもう昔の宏池会じゃないと、うんあのー、今やこの岸田さんを見て、宮沢貴一元総理も草場の陰で嘆いておられるでしょうみたいなね。はははいはい、はい こんな演説して帰ってたんですよ <laughs> なるほど、それは宮口さん、<laughs> 野党候補の勝利にだいぶ貢献したなと思うんですけど、うん、先ほどちょっとね、あの休憩時間にちょっと喋ってたんですが、今回の広島選挙、投票率が下がったのは、うん、自民党支持者がいかんかった、うん、可能性が高い。思いまますたんだと思いますね、うん、まあかといって、なかなかそのその野党に一票が入れられないと、ずっと自民党だったっていあ人がね。 ギリギリの選択が投票に行かないとい,かない,いう選択だったんじゃないのかなと行っても、アホとか書いてた人とかね <laughs> かそう、そういうの多かったと思いますわ、可愛いのボケとか書いて <laughs> 入れた人は多かったと思う、<笑><笑>あるかもねだからそういう意味では、あの例えば創,創価学会になって、それまで溝手、県政かけ言われて、次、河アンリかけ言われて、俺たちは何やと思ってる、怒ってる創価学会も行かへんかったんちゃうかな。 自民党支持層の3割近くがこの野党候補に入れたっていうんですからね、これは大きいですよね、これねだからこの流れでいくと、これは野党が候補を一本化したら勝てるということが明らかになったわけですけど、うん、野党共闘への展望みたいなのはどういうふうに思われてますか、注文とかやっぱりその立憲と共産が、まずガっち手を組むいでしょうね。はい あのまあ、その社民党とか新社会党とか令和もいますよ、はい、令,和も令和もね、うん、令和は、ね、またちょっと新選組だからね、そうねあの新鮮すぎてね、新でもあの私はあの、令和の新鮮さっていうのはあの大事だと思いますよ、あの勢いはね、でも基本はやっぱり立憲と共産がしっかり協力するというのは基本でしょうね私はそう思います。 だから,そ、うん、だからその難しいのは、連合の立ち、ね、そうなん連合が邪魔するんですよ、うん、この連合が、もう原発でも賛成や言うとるしね。うん、今時原発賛成って、あんた本当に本気で言ってんだのかと電力総連と電気連合、うん、そう、でも労働組合やねんからね,、うん、そのね、その地域がどうなるかとか、暮らしがどうなるか考えたら、反対せよと思うねんけど、そう私もそう思いますよ。ね<え>あのー この今いつまでもその原発にこだわってそういうこと言ってたら連合がもう見放されちゃうんじゃないかと思うけど、ね、あの連合の中に、ね、自治労とか、ね、日教祖入ってるけどはよ出てね、うん、で全労連と組めと言いたいですよ、そうなるとだいぶ変わってくるような気がするんですけどね, <laughs> そうねだからまあそういう意味ではでもこ政権交代のチャンスがかなり訪れていると、うんね、いうことだと思いますけどね。やっぱり 今年はやっぱり野党は勝負に出るべきでしょうね,ね、まあ、ようやくなんか枝野さんと立憲民主の枝野さんと共産党の C さんが会談したりして、うん、でもねこれね国民民主の玉木さんも会談して、うん、共産党と組み合ったらうちは出るとか言うとるんでね、うん、あれ裏に連合がいるわけでしょそうですよね,ね<ー>労働組合これ何,何やろうこれ貴族貴族,貴族か君たち。うん 労働者のか私にはちょっと伺い知れないこう確執が、ね、あるんでしょうけどね、まあ、確かにねまあでもそんなこと言ってたらもっと巨大な敵がいるんだからもう今このままいったら日本はファシズムになりますよだって菅はそれてるでしょ私ねこの状況を見ててこのふと思うのはねその スペイン内戦の明らかに民主主義を壊そうとするフランコのファシズム勢力に対して自由主義者も共産主義者も一緒になって戦ったんだけど分裂するわけですよねそれで結局崩れていってしまってフランコにやられてしまってフランコ政権って戦後もずっと長く続いてましたからねスペインのファシズムってはもう本当に長く続いてたわけで。 やっぱりちゃんとそのこう先制政治に対しては民主政治が勝利、ね、を捨てて台頭に作ってことやらないと。いとまああの、うん、その安全保障関連法の時に、はい、その少なくとももう立憲主義を守ろうっていうことでね。そうでしたね。一つのこうまあ枠はできたはずなんですよね。若者も頑張ってくれました。<う>シールがね。ねはい。 でも行かれたいうて、それを杉田アリンが知る言われへんかったよね、それで事務次官にしてしもうて、見つかっていったら事務次官になったなだから、菅安倍の大失敗でしたね、前川さんを引き上げたいうのは。まあね、こういう人間だと思ってなかったんでしょだからやっぱり、やっぱり民主勢力の結集は非常に大事だと思うんですよねそうですね。 共産党変わりましたよ、随分。あ、だいぶ柔軟になったと思います、うん。えー、だって共産党が一番大人の対応してますもんね。よく我慢してるなとよく我慢してると思いますわ。もうちょっとね、あの立憲も譲ったら、ええの思うとこあるけど <laughs>、うん。まあ、でもね、あの。基本は立憲と共産が、やっぱり。 共しして候補者を調整するといいううのが基本でしょうねいやあの自民党と公明党がくく組めてるんだからそうですよあの昔の自民党の公明党あの攻撃ってすごかったですよ<え>もう池田大作承認官房だとかって言ってねもうすごい勢いでこの、まあ、公明党と創価学会を自民党の中に人たちが攻撃してたんですからか,、はい、自民かつて自民党は成長の家とか立正なん、えー、南とか会とかがやってたから、うん、やっぱりそういう攻撃やったんでしょうね。そうそううん うん、で、それはもう、あの、もう、あんな過去はなかったかのようにね。ねもうベターっとくっついてるわけでしょだある意味、ある意味悔しいけど。あの、なんか、ようやりよったね。うん、そういうなんかこう、大同で。決めていきよったっていうのは。うんうん、あの、自公連立はうまくやったと思いますよ。ね。あの、もう自民党単独では、政権維持できないと。はい。いう時代もなってたわけですからね。 だから政治というのはやっぱりそのベストじゃなくて、よりマシな方を選ぶということで言えば、やっぱり。あの立憲民主も共産も社民もね、その辺りはよりマシな。あの、あの共通の一点でね、原発と消費税ぐらいでね、まとまってほしいな。思うんうですね。まあ、あの、もう新自由主義からの決別っていうのはね。はい、これはもうはっきり歌ったらいいと思うんですよ。でも、あの、アメリカでもバイデンさんがね。うん、もう、そう、はっきりそれを打ち出してるわけですよね。 あの大きい政府を目指,す目指しますとしかももう富裕層と大企業にそうです増税するんだと言ってるわけですよね。アメリカだってもうその新自由主義路線もう捨ててちゃんとまあ要するに福祉国家的なあの方向を目指してるわけでだってコロナでこんだけそのなんていうか人々の仕事がない時代にやっぱりある程度保障しないとだめですよ <うん S 1> まずはね。うん スガーリンの場合はね、はいまだに次女、共助、公助なんかがていて自分で,で<ま>助けるんですよ。ブレーンの筆頭は竹中平蔵ですからね、うん、そうですねえあとあ,と,あ,のーーあのなんとかアトキンソンねそういうまあ要するに新自由主義的なもう競争政策さ,れさえやればいいんだとお弱肉強食でいいんだっていう,う考え方の人たちのまあ政策をやろうとしてるわけでもう。 今時そんんなこと言うんでですすかって話ですよまあ自分で自分の息子を秘書官にしたから自分は助けられますけどね、次女はね事情はできますけど、あの人だけはね。<laughs> うん、で、それでね、まあ、その今の,その野党共闘がうまく進んだとして、政権交代すれば加計学園の真相は明らかになるでしょうかね、どううでしょう、まあ、あの衆議院であれ、参議院であれ、その野党が、はい、あの過半数を握れば、はい、あの例えば、その、 森,森友学園問題加計学園問題いい調査特別委員会みたいなものをね設けることができますの、ねはい、で国会の場で真相の究明と責任の追及っていうことがねそれやってほしいなできると思うんですよ、はいはい、それはあの国会の多数を握ることでできるよだからそうなったらですよ 安倍さんと加計さんを証人喚問みたいなこともあり得るかもしれませんねそうやったらいいと思う <laughs> だってもう明らかに嘘ついてるんだから彼らは十四回もゴルフしたのに <laughs> あの愛媛県の話題は出ませんでしたかもう話し合ったっていう記録が残ってるわけですよね愛媛県の文書でね,ね その愛媛県の文書に残っていた2015年の2月25日に15分間面談したとそのにあに安倍さんがそういう新しい獣医大学の考えはいいねとコメントありって書いてある公文書ですよね、それ。公文書として残ってるその公文書に書いてある事実を否定しているわけですから二人とも。 あのどういう説明したかって言ったら、加計学園の事務局長が勝手に嘘の報告したんだって言ってるわけでね、で <laughs> そんなもん、誰が信じるかって話なんですけど、あれと似てますね、桜を見る会で、自分の秘書が勝手に自分の金を作って補てしてたって、あんなんだって、<laughs> 秘書がそんな横領したら、お前、訴えろって話て、ね、そうですよね。 だからもうありえないような言かけをしてるわけですだ嘘に始まって嘘に終わってる人たちですから、うんで、それを支えていたのが、そのコネクティングルームの泉博人さん、ね、それから杉田和博官房副長官、うん、まあそういう人が、あのイエスマンがいるわけですが、うん、あえてこの人たちを今日は聞かずに、うん、藤原誠という文科省事務次官さんが、<laughs> えええー、まあ、その。 前川さんの部下やったはずですね。この人ね、部下っていうよりはね、あの、まあ、後輩、後輩。うん。どんな人なんですか。うん。まあ、非常に政治的に動く人間なんですよね。政治的に動く。ああ、まあ、昔からその政治家との付き合いはうまかったんですよ。はい、はい、はい、はい。ええー。 まあ役所にはそういう人間も必要ではあるんですけどねでも飲み会は断らなかったという、うんまああ飲み会は断らない断らない説体は断らない、うんまあ、むしろに飲み会を自分から企画する男、はあ、この人はなんか2回ほど定年延長されてるんですね3回です3回ですか、うん、この人、ね、ええー、3回までこの人はあの2018年の3月いっぱいではい、はい ええー、官房長としての定年が来たんです。官房長の定年は六十歳なんです、ね。六十歳、国家公務員は六十歳ですからね。それを延長してもらったんですよね。これ異例のことなんですよ。官房長で、ええ、定年長っていうのはそ。それでも、法律変えなくても、延長はできるんないや。これ脱法行為です。この問題、定年長できないようなケースなのに、定年長しちゃってるんですよ。はい、あのー、まあ、まあ、脱法行為ですね。とはい、つまり。この人、この人がここにいなければ困るっていう事情があったのかっていうことなんだけど。 そ,それはないです,よいですよね。官房長って大丈で,できるんですよ。この,この人宮崎県の学校法人から接待を受けてますけどね。ね、なんかね、こんこ、この人別に、あの、退職してもよかったんじゃないですか。それを延長した。うん、そう、この人は。だから。その官房長で成年延長してもらって、事務次官に引き上げてもらった。はい。で、事務次官の定年が2020年の3月に来たんですよ。二千二十年、去年の3月に来た。で、これはあの。 おお、事務次官になると六十二歳が定年なのでね。六十二歳定年で。で、それは延長してもらった。はい。で、延長っていうのは一回、一回一年、一年がさ最,最大なんですよ。はい,は,いはい。つまり、一年の延長したんですよ。はい。で、今年の三月にまたそれ切れてるんだ。そうですね。二千二十年三月切れましたね。まだ彼は、あの、まだ、あの、事務次官やってるわけですから。これも、これも断法行為ですか。もう、もういっ延長してもらってるわけですよ。つまり、官房長で一回、事務、事務次官、事務次官で二回。 定年としててもらってるあのこれね、僕はあのそのキャリアの官僚の仕事したことないので分からないんですけど、事務次官にずっと居座られるとそ、のその下の人たちが事務次官になりたいのにずっとなれないので、腐っていいくんじゃないですかあそういうことありますよ、僕なんか早く辞めたから、喜ばれてそういうこともあるし、なんか文科省の中でこう滞留するし、何やもうイエスマンで茶坊主ばっかりやると、腐るんちゃいます みんなあまあ腐ってると思いますね、おそらく、よどんじゃってね。はあ、よどんでねとにかく官邸に忖度する官僚ばかりが偉くなるので、はい、あの本当にこう国民のことを考えている若い人たちは、やる気を失ってんじゃないですかねそんな中で,です、ね、まあ、あのちょっとこれ、ぜひ聞きたいのは、うん、政府はあの子ども庁を作ると。 いう話をしてきたんですけど前川さんこれにちょっと批判的なんですがこんな組織いじ,るいじる必要なんかないですよ、はい。やるべきことをやればいいんでね、はい、その例えばその児童手当をちゃんともっと引き上げて出すとか、はいはい、あるいはその高校生にも大学生にも給付型奨学金をもっとちゃんと出すとかあるいは児童相談所の体制をもっとね だってもう虐待す,、ね、すごい増え方ですよね、おそらく去年なんか20万件ぐらいになるじゃないですか、はいはい、そういうあの、やるべきことをやると、あの例えば少子化対策っていうけども、はい、やるべきことやってないから、出生、ね、率も上がらないわけで。あの 安倍さんが新三本のやっての中でね希望出生率1.8を実現しますって約束したんだけどアベノミクスのね新三本でそのうちの一つが出生率1.8。 あの時ね、2015年のその1.8って言った時の出生率は1.45だったんですよ、それを1.8まで上げるって彼は言ったんだけど、その後ずるずるずるって下がってるんですよ、これ、下がってるんですか、2019年の数字で1.36まで下がってるんですよ、つまり上がってないんですよ、それは結婚できないも非正規とそうそう、だからこれはもう、少子化対策をやるんだったら、これはもう、労働政策からね、始まって。 あのそれぞれの役所でやるべきことをやれば、はい、あのちゃんとした子ども政策になるわけでつまり文部科学省や厚生労働省がしっかりとタッグを組んでやるべきことをやれば、そ<う>別に子ども庁なんていらないそう。それぞれに責任はあるわけですから、はい、例えば虐待問題だったら、それはもうあ厚労省なんですよ、はいはい、それに対して文科省や法務省が協力すればいいわけでね、うん、あるいはその教育費負担の軽減だったら、これはもう基本的に文科省ですから。はいはい でえー、そ,そこにお金をそのちゃんとつければいいわけですよね。あそれぞれのつかさつかさがあるわけだからそこにちゃんとした政策があればね確かに全体のコーディネートってとてたっていうのは人、まあ、ですけど、うんうん、それは内閣府がもともとやってるわけですよなるほどだからこども庁なんていう役所を作る必要はない。はい、前川さんはツイッターで 子どももよりも政治家監督庁が必要や言ってま冗談ですけどねも本当これ政治家監督庁い <laughs> りますよこれ今の、うん、そうこんなことばっかり、えー、組織をいじくり回したり接待ばっかり、えー、こ接待で言うとね、うん、やっぱりこの藤原誠さんの話戻りますけど、えー、総務省の接待でこの谷巻さんとか山田さんとかいっぱい出てきたけど。うん <laughs> やっぱりこの菅さんにこのイエスマンだから接待されているのかあるいは接待体質やからイエスマンになるのかどどっちが先、まあ、どっちも鶏だか卵だか分からなかった、ね、<え>かもしれませんけど、うん、まあ少なくともあの菅さんのゆかりの会社だ菅さんの息子さんが行っている会社だ、はい、東北新社。これはもう、あのー、色濃く この総務官僚のこう、心理に影響してたとは思いますよね。そ菅整合という息子がおったら、それは行きますよね。うん、で、しかも、その、もう一番上の偉い人が言ってるわけだから。そうですね。もうその下、みんな、それは右の荒いですよね。谷脇さんが一番偉くて。うん、ね、仕切ってるわけだから、谷脇が行ったら行きますよね。うん、はみんな行きますよ。うん 谷脇も脇が甘いやつやね、甘脇ですね、あの人。というのはね、NTT の接待もすっぱ抜かれてるじゃないですか、あれ僕思うにね、あんな絶対ね、文春写真撮られへんから、あれ総務省がちくってるんやうんですよ、なんでちくってるかやったらね、おそらくね、谷脇さんという人がね、職場で大きい声でしゃべってんちゃうかな、このう NTT の赤坂で飲んでねとか、このワイン飲んじゃったよとか言って、それを聞いてる部下がいて、くソそーと思って。 文んちゃなですよ私もそう思いますね。だって、絶対分からへんもん、こんな確かに、雨脇だと思う。雨脇はやね。だって、この人、ブログにね、その NTT のセッター受けたら、必ず上げたはったんだそうそう、知実と会食とかね。ね、赤坂で会食言って、だからそういうことなんかなと、だから、菅も劣化してるけど、菅の周りも劣化してるから、前半の話に戻れますけど、バイデンにあんなふうに全部負けちゃうわけね。そううでしょねれは 国益からしたら、これ、ものすごく反してるじゃないですか、今の菅政治というのは。うん、いや、本当に、ね、もう政治も行政も、もう劣化してるわけですよね。あ、はい、あのののちちょょっっとと最後にねちょっとこれ聞きたいのは、うんあのー 大阪の松井知事が、まあ、ほぼ思いつきでオンライン授業だということで。うん、なんか、iPad 配ってね、午前中、そのオンラインでやって、で、昼、給食食べに行こう言うて。また、午後にまたオンラインでやるって、これ、どう、どう、どう思われますか、今、今。いや、ありがたい。子供、子供、そういうことで、出しに使わないでほしいと。そうですね。学校をね、そういう、あの、思いつきで、いじくり回さないでほしいと思いますよ。あの、新型コロナウイルス対策は、しっかりや、る必要あるけれども。学校。 休校で、あの、その授業やめるとか、休校するとか、オンラインに変えるとかっていうのは。うん、もう最後の最後の手段だと考えるべきでね。で、知事が言うべきことじゃないですよ。教育委員会でしょこれ。まあ、その、もそもそもが、その首長ではなくて、教育委員会の問題ですしね。ね一斉休校で、もう、もう、あの痛い目にあってるわけですよね。そうですね全国的にね。うん、まあ、あの、もう、だから、あの、文部科学省は一言も言ってないですよ。それは。はあはあ、文部科学省は休校にしようとか、はい、オンラインにしようとかは、あの、あ言ってないんですよ。 あれ安倍さんが言うたんや。あのその去年も言って、去年去年もそう、うん、まあ去年も言い始めたの安倍さんなんだけど、はい、今回の第四波にあたってもね、はい、文科省はあのそこは非常に慎重な態度を取ってるんですよね。まあそうなんですか、うん。あのオンラインするとか分散投稿するとかって言ったのはち知事とか区長のレベルなんですよ。あ,あ、そうかそうか。ええーはい、東京都の知事も言ってますよ。分散投稿だとかはい、はい、オンラインだとかね。うんうん、それからあの大阪もあの知事はあの 部活動やめろとかって言ったし市長さんが今言ったらなんかなんか、うん、投稿してし、あのー、給食食べてから帰ってオンラインで授業受けるとかわけわかんないこと言ったわけですね。そのね、こあこんな中途半端なことはねあのだそその思いつきだとしか考えられないあとまあテレビ受けとかね、うん、テレビでこう言いっぱなしになりますからなんかやったふりをするんですねやったふりするで子どもはあの保証を求めない はいはい,はい、はい、どんな目にあったとしてもね、うんうん、そのこれがもしそのお居酒屋とかカラオケ屋さんであの午前中だけ営業してくれと、午後はオンラインでオンラインでオンラインで飲みけ、これ <laughs> だから東京でも裁判になってませんか？<laughs> おやそうですね,ね居酒屋さんからしたら死活問題ですもん。そうですそうです。これまあ訴えへんもんね。訴えない。つまりあのー、まあ金銭的保障が求められないから、うんうん、学校に対して何言ってもあのまあ 平気なんですねあの政治家としては、はい、あのリスクが少ないでしかもその子どもはその選挙権持ってませんから、はい、どんなに痛めつけてもね、うん、この野郎って言ってね今度は落としてやるとかいうようなことにならないわけね。はい <laughs> はい、だからあのそういう意味で私はこの学校でなんかこのコロナ対策したように見せるっていうのはねもうあの一斉休校の時もそうだったけど今も東京や大阪で行われてることは。 あのや,やってる感を出すために、学校使ってるとで吉村知事がテレビで言うたら、うんまあ、なんか吉村さんようやってるとか言ってね、もうテレビでなんかもう毎日出てて、あの去年の8月、31回でよったんですよ、吉村知事。<ー>一回も知事の仕事してないのちゃうか、この人と思うんですけどね、<laughs> でこういう人が <laughs> あの思いつきでやって、現場が混乱してるという、これが実態ですよね。いやもうねねちょっと私は、ねまあ、あのー よそのことを言う立場ではないかもしれないけど、大阪府民も大阪市民もね、<はい S 1> もうちょっと考えたらどうかなとそ<う>ねあの思いますよ、<laughs> もう雨がっぱとか磯そでもこれ、懲りたはずだと思うんだけどね、うん、で今回ね、吉村知事はね、ちょっとね、危ないことを言ってるんですよその、国民のこのコロナにおいては、私権、つまり権利を制限すべきだと、こういうことを言ってるんですよ、よ、うん、やることやらないで。いや、これどうですか、<の>これ。いや、もう全く間違ってますよ。あの、うん ちゃんと行政がやるべきことをやって、ね、そこにもっとお金かけて病院のベッド整備して<う>看護師が採用してそ,うそ,うそれをやるのが先のようなのにそうだからちゃん,ちゃんとその医療体制を整えて検査もねもっ,と、はい、もっとたくさんやって、うん、でその検査と隔離っていうものをこう基本に据えてやると、はい、そしてそのさっき言ったように接触の避けられないようなあ施設においては もうそ,のその施設の職員の定期的な PCR 検査とか、はい、ワクチンの,、はい、あの優先的な接種とかそういうことをやっていくとかねもともとやるべきことをやってそしてあのもちろん、ね、その営業の自由を一定程度こうあの抑えてもらうということは必要なるでしょうけれども、はい、その時にはちゃんと正当な保障をするということですよね。 その憲法29条とか22条とかね、そかはい、その22条とか29条とか、営業の自由とか財産権とかっていうものは、これ、経済的な自由権と言われているものだけど、はいで、それはもちろん制限はできる、あのうん、必要ならばね、公共の福祉のために必要ならば制限できるけれども、うん、その時には政党の保障が必要だと、の保はい、で逆に言うと、政党の保障さえあれば、はい、あの日本の国民、真面目ですからね、政党、ね、の保障さえあれば、ちゃんと店閉めますよ。 保証もないのに見回り台作って<う>。見回ってますよ。見回,見回ってどうするの?。だからその試験制限っていうのは。うん、あの。まあ、結局その人権感覚が、まあの、ないってことですよね。そうですよね。あの、特に維新の人たちはね。維新の人たちはね、うん、危ないファシファシスト。うん 集団だった私は思いますよだって自分の庁舎にサウナ持ってきたりね、<ー>それとかなんか、酒であの喧嘩して、引き殺そうとしたりしてる人たちですからね、怖いですねなんかこういう人たちが政治家とどうなってるんやろう思いますけど、<ー>まあいろいろね、本当にもう、一心も菅政治も大変なんですけど、やっぱりもうちょっとこれでね、時間がだいぶ迫ってきたんですけど、これ、前川さん、最後にちょっと今年展望して、何か言っておきたいことありますか やっぱりね今年はあのー、日本の政治変える年ですよ、そうですねアメリカだって変えられたんだから、間違いなく総選挙がありますからね、うん、もう、あのー、これまでの8年間、はい、一体我々がどんなあことを経験してきたかと、はい、いうことを、この虚心単歌に振り返ってみればね、安保放送やられて、うん、盛りかけ逃げられて、うん、最後、コロナでこれですよ。 このままいったら我々もその政権に殺されるだろうと、うん、だって実際にもう殺されてる人いますよ、うん、自宅で病院に行,行かれずにね。でまあ、なんかこの政権の周りにいる人たちだけがいい目にあってね、はい、うまい資りを知ってるっていうね、はいうん、こういうあの権力によるもう国全体の私物化みたいなことが起きてるわけで、はい、これをひっくり返すのは国民の,あのもうこれは政治的な意思しかないわけですから。 あの5対3対2の法則とあって、5割が危険で、3割が自民、公明、維新に入れて、残り2割が共産党とか立憲民主のリベラルに入れると、つまり5割が危険するから3が勝つわけで,で、この5割が言ってくれたら、これ、なんで危険してるかって、自民、公明の政治、嫌やから危険してるわけですね。ということは、言ったら必ず2の本に入れて、4対3対3になると、僕は常々言ってるんですけど、この5割の人を、 こう投票に行ってもらうにはどうしたらいいんでしょうね。うんやっぱりもう 1> 1割割でででいいんですよ1割でね,割ですよねそれこそやっぱり広島で見たよう、ね、に黙っとれんっていうね、黙っとれん、まあ、そういう気持ちも,もう今、充満してると思いますよ、充満してると思います、うん、まあだからやっぱりあの、まず、あれですねあの、この路上のラジオのリスナーを増やすことで <laughs> といや、それが、ね、ありがたいことに、前川さんが出ていただいて。 8万回以上ね、聞いてくれはって、ただね、やっぱりね、右翼のチャンネルじゃないですか、なんとかさくらとか、あれね、20万とか30万いくんですよ、だからやっぱりね、インターネットの世界はどうなってるの僕もよく詳しく知らないんですけど、前川さんはあれですか、この路上のラジオ以外にも、いろいろとこのインターネットで出られたりするんですかいや、そうですね、ああデモクラシータイムズとかね、デモクラ・タイムズね頑張ってありますよねああいうのにちょっと時々、お呼びがかかったりしますけど。そうですか だって、ね、前川さんが例えば今日も本当は講演会するつもりだったんですけど前川さんってす,すっごいあのファンがいるのであの今日のまあもしコロナがなくてですよあの密度が避け,避けなくていいんで,いいんでしたら600人集まると思うんですね<ー>でも5600人はその5600人の中で講演会であえ話しちゃったということで家に帰れはるんやけど、うん、そっから。 家で喋るとか職場で喋るとかそういうことをしてもらわないとこれね前ね谷口真由美さんから言うこと聞いたんですよ。おばちゃんの谷口真由美さんが言うたかったのはね何も考えてない人たくさんおんねんとそういう人たちに考えてもらうためにはどないしたらええかっていうと「菅はダメだ!」なんて言っちゃダメなんだと「菅さんってほんまにええことしたはるのやろか」とこういう疑問系で語りかけると。なるほど そういういことだとだ、はい「アーペノミクスってほんまにうまいこと言ったんやろうか」とかね「う辺野古ってほんまにできあの基地でき,るできるんやろうか」みたいなね、うん、そういうあの疑問系で語りかけるとあのいいんだと。確かにねその疑問とか疑念とかっていうものをその心の中に植え付けるっていうのが大事だよね、うん、そうですねあのこのままでいいと思っている人に対してはね いやちょっとひょっとしたらこのままじゃまずいんじゃないかというはい、はい、その疑問の気持ちをあの持たせる語りかけ方がいいんだとなるほど言ってましたよ。言ってましたよ。私もね、あのー、中学校とか高校で授業に呼ばれていくんですけどやっぱり疑問を投げかけると生徒たちは食いついてくる、うんうん、でこうだこうだと言うと寝,寝てたりするから、うん、やっぱりそのやり方っていうのは非常に有効的ですよね。 疑いというか疑問を持つところから学びが始まるわけで福島の汚染水を海に流してええんやろかとかあかんに決まってるやんかってこう言わずにこういろどうなんやろうってそう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 やってこうじわりじわりとあのまあ考える人を増やしていくとでまあ投票に行ってとにかくね,そうですねこれあの要するに企業ぐるみ選挙っていうのがね頼まれてねこれがあの、まあ あと宗教票があるからねだからそのね会長さんとか社長さんとか団長さんとか教祖さんとかがね投票しましょうと言っても自分の頭で考えて自分の生活にとって我々の社会にとってどういう政治が望ましいかとそれを自分で考えて投票しましょうとそれを訴えたいですね。 やっぱりあの諦めていかないというのもダメだし、うん、やっぱり頼まれていくということじゃなくて自分で行って、うん、自分で決断して、うん、入れてくるというのが一番大事そ,それが大事。だと思いますねはいまだまだお話をお伺いしたいのですがそろそろお時間となりました前川さん、今日は本当にお忙しい中いいありがとうございました。 5時間にわたたっててお送りりししままいりました53回目のの路上のラジオいかかがでしたでししたょうか路上のラジオはこれからも市民目線でしっかりと世の中を見つめて何の忖度も自粛もタブーもなく正しいと信じることだけを発信していきたいと思いますそんな番組ですから私たちはあえて企業のスポンサーを持ちませんリスナーの皆さんからの温かい寄付だけが頼りですぜひ引き続きのご支援をお願いいたします寄付の宛先ですゆうちょ銀行 ゼロゼロ九五ゼロ六の二三八ゼロ一四ゼロゼロ九五ゼロ六の二三八ゼロ一四または近畿労働金庫水田支店普通口座です八七八八八一ゼロ八七八八八一ゼロあるいは路上のラジオのホームページや YouTube の解説の一番下にもリンクが貼ってありますのでそちらからでも確認いただけますどうぞよろしくお願いをいたします。 番組へのご意見、ご感想もホームページのメッセージフォームからお待ちしております。そして YouTube でお聞きの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。新しい回がアップされるたびに通知が来ますから、聞き伸ばしがありません。それでは今日も最後までお聴きくださりありがとうございます。「農場のラジオデイリオンザストリート」、次回もまた聴いてくださいね。